全国のメンバーの皆さん、こんにちは。日本青年会議所の中島土です。美しい5月、深呼吸をしたくなる、新緑あふれる、爽やかな季節となりました。さて、この時期、早く準備をされるロムにおかれましては、そろそろ次年度の様々なリーダーを決める動きが始まってくる頃かと思います。今回は、その役割に挑戦するかどうか悩み、 不安を感じていらっしゃるあなたにメッセージをお届けしたいと思います。思い起こせば、私は2015年、所属するロムの専務理事として力を尽くしていました。当時若干33歳でしたが、ロムには頼りになる百戦錬磨の先輩が多くいらっしゃいましたので、その方たちより知った激励をいただきながら、メンバー皆さんの運動、事業を支えられるよう、 必死に毎日を過ごししておりましたそのような中5月になりますと次年度のリーダーを決める動きがロム内でもにわかに活発化してきました正直私自身はいつかそのようなチャンスをいただけるならその役割に挑戦をしてみたいと心の中で思っていましたさまざまな役割より得られた貴重な経験から 自分の成長を実感できていたこと。そして、愛するこの街には、まだまだ多くの解決すべき社会課題があると考えていたからです。しかし、自分自身の力不足も同時に痛感していましたので、今の私に挑戦できるのか、未知の世界に足を踏み出すかどうか悩み、不安を感じていました。その時、ロムの尊敬する方が、 お前が志を立てるなら、きっとメンバーは応援し支えてくれる。俺はお前を見てきたからわかる。と、私を力強く励ましてくれました。そしてこうもおっしゃってくださいました。お前はその責任を全うできない。お前にはできない。と、もし思われていれば、そのような機会は決して巡ってこないだろう。多くのメンバーがお前ならできると信じてくれているのであれば、 挑戦した方がいいそんな機会はそうそう巡ってこないそれを掴むも掴まないも自分次第だどうする私の弱い心は見透かされていました失敗を恐れ恥をかくリスクから逃げまだ若いから未熟だからなどできない理由を探す私を厳しく知ったくださったんですそうして決断しました いつかじゃなく今挑戦しようと結果臨床食の中で私自身はいくつかの失敗も重ねそして恥もかきましたがたくさんの大切なメンバーとともに街をより良くする運動を起こすことができたんですそして自分自身大きな発展と成長の機会も得ることができましたあの時 勇気を振り絞って決断していなければ、今の自分は決してなかったと思います。もし、あなたが立証職に限らず、次年度の何らかのリーダーに挑戦するか悩み、不安を感じていらっしゃるのであれば、私が尊敬する方からいただいたこれらの言葉、つまり愛をあなたにもお届けできたらと思い、このようにメッセージをお送りいたしました。 一方、人には言えないさまざまなご事情を持っておられ、挑戦したいんだけれども、実際のところ難しいということもあるかもしれません。そのような中で、フォロワーシップを発揮する決断をされることも、私はとても尊いことだと思います。なぜなら、リーダーはフォロワーの皆さんがいて、初めてリーダーシップを発揮できます。そして、運動を作ることができます。 リーダーもフォロワーもどちらも大切です。全員でワンチームなんです。しかし、ほんの少しでもリーダーに挑戦せんとする志の目があれば、またその決断を支えようと応援してくれる仲間がいるのであれば、そして愛するふるさとをより良くしたいと願うのであれば、ぜひご自分のその思いを大切に しててあげてください悩んだらふるさとの美しい空を見上げ木々の声に耳を傾けてみてくださいきっとあなたの本当の心の声が聞こえてきますそしてあなたの志の目は5月の新緑のように大きく広がっていくはずです私はあなたの決断を心から 応援していますありがとうございました